んにちは、あやかです。今回はなんとアベットのカーボンハイブリッドっていうラック型のオーディオインターフェースを買ったので、そちらを皆さんにねお見せしていこうと思います。このアベットハイブリッドカーボンなんですけど、上位のオーディオインターフェースには大抵入っているものになりますが、 DSP というパソコンに負担をかけないで処理できるシステムが搭載されてます。またそれによって音ずれが極めて小さい、ほぼゼロレイテンシーで録音が可能ということです。さらに8個の高品質のマイクプリが内蔵されているので、音痩せやノイズを防止しながら録音することが可能です。最大の注意点としてはイーサネットでパソコンと接続するってことなんですよね。このイーサネットっていうのは LAN ケーブルみたいな形になってるんですけど、高速で処理ができるっていうところですごくいいとされてはいるんですが、 MacBook Proで USB-C に接続する場合は2つのアダプターが必要になります。 Apple Thunderbolt Gigabit Ethernet アダプターというものと、2つ目が Thunderbolt 3 USB-C と Thunderbolt 2 アダプターというものが必要になります。両方ね購入するだけで1万円ぐらいかかっちゃったんですけど、私はそれじゃなくてもいけるんじゃないかなと思って、 LAN ケーブルがついている USB-C のハブも買ったんですね。でもねそれではくっつかなかったので、皆さん同じ鉄を踏まないようにアダプターを購入してください。さっきはお金がかかるって話だったんですけど、特典もあってプロツールスのアルティメイトというものが付属しています。プロツールスっていうのはいろんなスタジオで標準的に使われている音楽制作のソフトウェアになります。こちらの種類は4種類あって、アーティスト、スタジオ、フレックス、アルティメイトっていうものがあります。アルティメイトとフレックスっていうのは永続版かサブスクリプション版かっていう違いなだけで、両方とも上位のものになります。なので付属してるのは上位のものっていうことになるので、めっちゃ嬉しいですよね。一回使ってみたいなっていう私みたいな人にもすごく嬉しいシステムだなと思いました。永続版も更新が必要になってくるんですが、その更新期間中でも、また更新期間が切れた後でも情報を保存しておいてくれるので、もちろん更新期間中に更新した方が安いんですが、更新期間が切れた後に更新をしても通常版で買うよりは安くなります。今のところ私は永続版なので、更新期間切れてしまいますが2年ごとに更新をしていこうと思っています。はい、ということで一緒にプロツールスをダウンロードしていきましょう。レッツゴーということで、これからねちょっと電源を入れていきたいと思います。電源をオン、電源をオン。うおー、かっこよくないですか。かっこいいよ。ほらガケーンってな。このねカチカチっていうのは仕様らしいです、はい、そしたらね最後の開封の儀、こちらを取っていきたいと思います。ペラペラ見える、このペラペラですね、きますよ。シュー、よいしょ。ペラ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 、めっちゃ綺麗、かっこいい。じゃあインストールしていきますね。まずはアベットのマスターアカウントを作るみたいです。 URL に行きましたら Create a new account、 こちらを作っていけたらいいみたいです。ちょっと入力していきますね。はい、ということで作れたらこちらのページに飛びました。はい、では次に iLock というもののアカウントも使わなきゃいけないみたいで、多分こうセキュリティ面のためだと思うんですけど、名前的にプレートフリーアカウントでいいと思うので、こちらで入力していきたいと思います。はい、ということでメール認証まで終わらせたらアカウントができるっていう感じみたいです。はい、そしたら先ほど登録したアビットのところにログインをして、その後コードを入力するっていうことなので、もし買ったらこれがついてくるので、これの裏にあるレデンプションコードっていうのがあるので、そちらを入力したらいいと思います。ウェルカム、そちらを入力してみます。
はい、で今アクティベートプロツールスっていうのが出たので、こちらアクティベートしていこうと思います。はい、見てください。レジテーション成功って書いてるので、こちらで大丈夫だと思います。はい、ということでアビットアカウントのこのマイアカウントのところに行きます。ここですね。でそしたらビューマイプロダクトっていうのがあるので、これで自分のプロダクトを見ていきます。そうするとここにカーボンの場合はプロツールスカーボンが出てくるみたいなので、でこのビュープロダクトディテールで、このドライバーを今インストールしたところになります。これで多分いけるんじゃないかなと思うんですよね。これでこれが今インストールしたものなので、これをでインストールアビットカーボンセントラル、セントラルっていうのがダウンロードできるってことかな。これインストールしていいのかな。はい、なんかちょっと分かんなかったんで今お店に連絡しちゃいました。買ったところにね、いろいろ教えてくれて、とりあえずねさっきはこれのセントラルやったんですけど、まあこれあった方がいいかなって、カーボンのいろいろできるから。でこのアビットリンクっていうのをダウンロードしたら、一括でプロツールスとか必要なものが全部ねダウンロードしやすいよっていうやつらしいです。ただこの、私のやつは1年間のサブスクリプションなので、それ以外で消えちゃうものもあるじゃないですか。私2年更新したいって言ってたと思うので、なのでまあその2年でなくなってもいいように更新の時になくならないものだけ教えてもらって、それをねちょっと1回ダウンロードしてみようかなって思います。そういう風に使うものだけをインストールする人も結構多いですよっておっしゃってました。HD とアビットコンプリートプラグインバンドルかねのエアエフェクトエクスパンド2エアインストルメントっていうのはやった方がいいよって言ってました。このメロダインのエッセンシャルは期限が切れても使えるのと、まあ、オートチューンに関しては3ヶ月かなだけ使えるっていうものになるので、それ以外はなんか必ずしなくても大丈夫そうって言ってくれたので、私ちょっと容量がね今ねそんないっぱいあるわけじゃないんですよすでに。なので一回ちょっとこっちの多分全部入んないと思うんだよな。今ね必要なものだけねインストールをして多分もうできたと思われる。はい、ということで全部インストールできたと思いますので、プロツールスを起動していきたいと思います。来いプロツールス。おー立ち上がった頑張れアルティメイト。じゃあ新しいセッション開いていきましょう。クレイト。おーこれで合ってんのかさえもわかんねーでも大丈夫ですよね。これ多分できたっぽいですね。いいじゃんいいじゃんいいじゃん。はい、ということでこんな感じでね新しい画面を開くことができました。プロツールス初めまして。めっちゃ嬉しい。やばいね私プロツールスデビューマジで。まあ、詳しくはまた本とか買ってプロツールス その使い方とかも勉強しようかなって思ってます。はい、ということでこんな感じでね頑張ってインストールできたので音楽制作に生かしていきたいと思います。また他にも使ってみてこんな感想だったなとかも伝えたいと思うので、よかったら高評価とチャンネル登録お願いします。で私は新しい視点を届けられるようなアーティストになるために頑張っています。来年の6月にはワンマンライブと写真展を同時に開催することを目標にしています。そこで無料のメンバーシップマイディアを始めました。こちらを登録していただくと破局の音源とライブ映像をプレゼントしています。限定のライブ配信や Vlog、 1on1 のオンラインミーティングを行っていますので、ぜひ登録して活動を盛り上げてください。ということで最後までご覧いただきありがとうございました。次は最後の購入品の紹介になりますので、ぜひ楽しみにしててください。ということで最後までご覧いただきありがとうございました。 Thank you for watching. Bye.